皆がご存じのように引き下げに関する資料というのはほとんど残ってない、でしかもこれ、おととしぐらいにその批判をしたと思うんですけれど、あの江戸時代に岡山藩が作った備前軍記というのが未だに定本化されて、あの元になって、だってその備前軍記というのはそのなくて言っていないんですけれど、あ、弁護して、私は考古学の人間ですから、あの文献史 の人とやっぱり見方が違うんですね。文献史の人はやっぱり文字を絶対にしているものを考えますからね。だって文字っていうのは一度頭を通ってますから、嘘を書いたってもそれ本当になるみたいな簡単な話ですけどね。だからやっぱそれは物証的にやっぱり時代交渉なりしないと信用していいかどうかということがあるので、まあ、未然文献ご存じのように自分の一面の人が岡山藩士がね、150年後にまあ、巷にあるそういう資料とか伝承をまとめて書いたということになっているんですけれども、冷たい言い方するとあの人字の人ではないんですよ。池田さんと一緒に引き継いでよそから来た人の家系の人ですからね。そのどれだけ地元の人、この地元のことを、しっかり把握しているかどうかというのが一番問題なんです。で例えばその、よくこういう出てくるのを北直江が苦労するのにね、まあ、資源がないので岡山へ辻斬り強盗に行ったとかね、ありえない話を平気で書いてます。でその頃 の岡山って言ったら今の岡山町のところへ金光氏という人が作った小さな館、まあ、城がある程度で今のような繁華街の形はないわけです。そんなところへね、辻斬り強盗に行ったら一発でやられるのは分かりきっと思うんですよ。辻斬り強盗ができるのは市街地になって人の界隈がこう行き交う、まあ、江戸時代 その城下町の感覚がないとできない話、それまで言って、もう一つはその男から岡山へ行くのに闇夜に船で行かんといけないわけですよ。それはなぜかというと江戸時代になって牛窓往来という陸路が西大寺を通って牛窓往来という陸路が整備されて、ね、陸路の上だったら、まあ、夜道でも行けますけれど、海の上を、ね、夜中に行くというのは非常に、しかもその、まあ、いわゆる天馬線程度の船で行くということは、まあ、現実味がない。でもし本当にその辻斬り強盗をやるんであれば、多分福岡でやったと。ご存じようにね、まあ、お考えでその当時は福岡の方、今の福岡ね、おさふねの福岡の方が繁華街があって、現実にその直家や大きい家が、まあ、頼りにした豪商がいたのはみんな福岡ですからね、そこを襲う方が金目になるわけですよ。だからそういう江戸時代の感覚で書いてるというのが一番大きな問題なんです。ですからあまり私は全文記は、信用してないことをこの3回ぐらい前になかなかと言ってるんですけど、そのことを覚えていらっしゃってくださった方がいるかどうか、まあ、その時に来られた方がね、今日来られたかどうかというとまた問題いいんですけれど、でまあそういうですけど順番でいくともう、ね、話すことがなくなったんで、まあ、やはりその戦国武将としての存在価値というのはやっぱり義家、受けた、義家という人がやっぱり契機になっているというのは動かない事実だと思います。で、まあ、去年の直江についてそのいわゆる旧友とかね、勧誘とかその浮田さんは浮田さんじゃなかった池田さんはね、前任者を悪く言わないと七夕で岡山に来たから当然その、ね、前任者を悪く言って自分が一番いい、でその備前軍記もその池田になって世の中収まって良くなって、その戦乱を招いたのは浮田だという悪い、名古屋だという悪い言い方をしたんですけど、そんなことはないと無能で去年長々と言ったわけです。で、その中で、まあ今日のそこへも書いていますように、よく分かっていないままにその評価というのが物語的にそのどういう表現がいいですかね、器用変化されているのが浮田義家という人間、
だからそれのことについて少し、まあ、地元に残っている資料とか、もう一つ悪いことは備前本記というのがストーリーが決まっているから、あのよその資料と付き合わせると大きな矛盾がある、うん、で特にその名古屋が主君とした、うん、宗上宗景で備前本記の、うん、名古屋が15、16の時に宗景に仕官したということになっているんですけど、どうも年齢的に言うとおそらく5、6歳しか違わないというのは、なぜかというとその、うん、直家によってパークされた宗景が、うん、これはその浦上家というのは播磨の人ですから、播磨の関係で播磨で一番出世をしたというのはご存じの黒田さんなんです。で黒田明水の系統で世界の合戦以降ね、九州の小倉に行ってる、そこへ、頼っていったという記録がちゃんと残っているんですよ。でその時に80ぐらいで、死亡したという、まあ、推定されているわけです。そうすると直家との年の差を考えると 5,6 歳しかならない、まあ、直家の生年月日を逆算しますね、5、6歳しか違わない人のところへ、ね、仕官をするということ自身がすでにおかしい話なんで、それが備前本記を作った土井純平がその辺の時代交渉をしないままに物語的に作ったからなんで、でそれだけでも言ったんですけど、やっぱ浦上氏あるいはその播磨の国の動きと考え合わせて、まあ、いつかの動きを見ないと、やっぱり独善的、岡山藩が作った浮田ポロッキー、浮田肉親というか、浮田をね、悪くするこうストーリーを肯定することになるというのが私の基本的なものの見方です。ですけど、私はさっき言った考古学ですけど、文献には、まあ、活字化されたものしか見てないので、これも信用できない話なんです。まあ、そういう前提で、今日も確かにそこへ、サブタイトルをついていますように「地侍から国衆への対抗と挫折」、まあ、義家はご存じのようにね、隣の島村、森実ですかに殺されたというのがということになっています。まあそれが本当かどうかも含めて、なぜそうするとあれだけの功績を挙げた義家がその惨めなね最後を遂げなければならなかったということを、まあ、あまり考えずに事実としてそれを受け入れているのが今の、戦国時代の岡山のこう、まあ、学会というか学数性なんです。 で、ですのでね、その戦国時代のやっぱり秩序感というものを見とかないと、江戸時代の秩序感で戦国時代の武士道を見るとこれは大きな間違いなんです。江戸時代は武士が官僚化した役人化した世界ですから、上位下達というのはバカですね。出来の悪い殿様でも、殿様が言った領主の言った藩主が言ったことは上から下へ命令が通る社会になったので、戦国時代はこれは、双方向、つまり下級武士であっても上級武士に対して、物が言えるというのか、自分の要求が入れられなければ別の主君とは言わないけれど、その従う人を選ぶ権利があった、それは何かというと、その、土地の問題、戦国時代 武士たちの土地感というのは、ご存知のように、これも書いたから、もう言葉だけ、一生懸命、ね、やっぱ書いておきます。大きく分けるとこの違いなんですよね。
江戸時代の一生懸命、つまりお殿様にあの、ね、まあ、はっきり言って今の言葉で、ね、役に立て、辞令をくれた方人に対してもう一生奉公する。でそれに対して、うん、中世以前の、まあ、戦国国で以前の場合、一生懸命、つまり自分の持ってる土地を命を懸けて守る。つまり子孫に、まあ、今のことで拡大再生産して土地を子孫に伝えるというのが武士の本来の仕事です。ですから自分の土地を守るためには殿様であろうと、まあ、上級、うん、武士であろうと、うん、100% 信用しないというのが基本的な考えなんです。だからこの違いが理解しないと、今のテレビドラマでも戦国時代をね、江戸時代の感覚でやってるのもいいですけれど、だから、うん、すぐ何かというと裏切り者とかいろいろね、悪い人とか、それはここの考えで言うと非常に便利な、上から下に秩序感があるから。それはなぜかというと、ここの場合だったらこの人たちがなぜ裏切るか、裏切る要素は上に立ってる人が作ってるからなんです。そのことを考えない、その考えで戦国時代を見ると、うん、これは歴史じゃなくて江戸時代の歴史観で戦国時代を見てるという、あの、まあ、私から言うのおかしいですけど、良くない歴史観だから、まああの、誰とは言わないですけどね、あの歴史番組で知ったかぶりをしたか、知ったかぶりたいか、よく皆さんご存知なんですけれど、あの言っていますけれど、もうその江戸時代の研究者が戦国時代を話していることについてはもう少しよく、考えて話さないといけないということを、まあ、要は言いたい。でそれを前提にして、まあ、これからお話をしますが、もう一つの秩序感というのがここ、まあ、書いてますけど、武士 の, その秩序感というのは、まあ、大名というのがおって、地侍というこういう三段階の階層序列になっているわけで、で、みんなそれぞれが城を持ってるわけです。で、土地所有してるわけです。江戸時代の人は、この、まあ、下級藩士というのは、俸禄、何百石か何十石という俸禄になって、土地はもらってないわけです。だからもうサラリーマンですから、もう上の言うことを聞かざるを得ないんです。ですけれど、この段階ですと、この人は自分は自前の土地を持っていますから、別に言うことを聞かなくてもいいわけです。だからこの辺のこう戦国と江戸時代 の, その構造的な違いを認識していないと、戦国の本当の姿は見づらいということを、まあ、申し上げてて、これはね、形を変えるとね、これあまり私の独断と偏見ですけれど、これ、形を変えると実は古代の律令制の延長なんです。延長というのは形を変えた武士の世界観なんです。で古代 の, 律令制の国というのはここへ、国司というのがおって、ここへ、国主の下へ軍事というのがおって、その下へ豪家というのが、こういう三段構造になっている。それとやはり同じように対応している。つまり武士が本来この官僚社会の中から自立するプロセスの中で、やはりこういう、地方の組み合わせというか、構造というか、形はやはりどうも見習っているということになるわけで、で、もう一つね、落ちますと城でいうと、実はこれに沿った手法があって、この城を国建国の城というのは、これ大名が持っている城です。で、この国衆が持っているのところ建国で、地侍が持っているのは城建国の城という、こういう類別がされています。これは私がしたわけじゃなくて、荻生徂徠という江戸時代の、まだ江戸時代の初期ですから、戦国時代をある程度理解している人がちゃんと書いている。その、城
仕分けがちゃんとある。で、その、ようやく先にとりますと、義家はこれなんですよね、はっきり言って。あの北家というのはあくまでここなんです。ですけれど、その武将として、実はこれに匹敵するので上がっていったわけですよ。ですけれど、そうすると、まあ、これ後で説明しますが、義家の城を見ると、やはり所詮これなんですよ。あの城堅固の城でしかないわけです。で、立場上は、まあ、この国衆といわれる所堅固の立場になるんですけど、城は作れていない。ということは、この戦国時代の体制で、武将としてはここまで登ったけれど、在地の領主とすればこれまで至ってない。で、その圧力というのか、矛盾が結局は、それはプリントに書いたように、挫折、つまり、浮き出しとして、国衆に上昇転換、できなかったことが、義家の最大の悲劇だと思います。だから、その、まあ、事前動きは正しいかどうか知りませんよ。最後の様子ね、息子の沖家がね、凡庸だって、で、記載してた死亡というのが、ダイヤの合戦で討ち死にしたからも、失意をしたというのはね、これは江戸時代の感覚、いわゆるお家騒動なんかが出てくる江戸時代の感覚で、本来であれば、さっき言った一生懸命ですから、自分の持つ所領を、大きい家であろうと、他の誰であろうと、受け皿を作れば、今の言葉で言うと、受け皿をつければいいわけです。で、まあその、まだこの時代はいわゆる氏族の時代ですから、氏族というのは総領制がまだ生きてる時代です。もう皆さんそういうものなんですかね、いわゆる戦前のことがご存じの方がいなくなった。のでちょっと分かりにくいと思うんです。今はね、各家族が平等ですけれど、戦前までは、本当は昭和二十何年までですけどね、家長制度というのがあったんですよ。だからお年を召された方はお分かりになってますね。家長制度というのは、家を継いだ者は二男三男は部屋住みなんですよ。平等じゃないんですね。家長という人が一番に権限を持っとって、まあ選挙権も持っとるし、家の取引を全部する家長制度というのがあったんです。だから それが、まあ、昔で言うと総領、まあね、総領の人禄ってあまりいい言葉じゃないですけれど、総領制という、その一族を統括する、まとめるという、そういうちゃんともう秩序ができているわけです。ですから、義家がもしね、本当にここに登ったんであれば、自分の一族としての総領制の中で、まあ、二男とか次男というか、四郎が死んだからといって失意になるというのは、これ江戸時代の、お家大切な流れの中で、本来戦国時代であれば当然に総領を誰にするかというのは一族の中で選定すればいいという話なんです。まあその辺は知識で今日のポイントに従ってお話ししますと、まあ、これは浮田氏については前にもた、復唱になりますが、現在分かっている義家以前について、まあ、ひょっとするとこういうことではないかというのと、その関連する、まあ、一族をそこに書いてるわけです。本当はそこにね、点々点々と三段名前をして、縦に本当はこれに経線でつなぎたかったんですけれどね、ワードにするときにはこの経線がつなげなかったんで、こう無理をしてこういうちょっと見づらい点々でした。どうか要は何が言いたいかというと、この当主と考えられる宗家、あるいは久家、義家の同世代に浮田一族としてまだこういう人間がいるのではないかということをこれが示しています。沖田氏の元になったのは、これは奥の坊ですから、奥の坊の本来のこの武士化した人は、これは
地名にもなっているような藤井なんですよね。あ、昔もあれ大和田藤井というのが残ってるでしょ、うん、あの藤井のもとになるんです。で、それはまあそこにプリントに書いてますけれども、あの藤井というのは本来は白井につながってきます。そこへ、プリント書いてますように、あの小島宮家の設置を、まあ、渡来人として、関連にやってきて、功績を挙げたのが、うん、その白江の小人という人の、まあ、白江の三宅がどこにあったかにちょっと問題があるので、まあ、機微に5つの白江を三宅を置いて、その管理に、まあ、中枢機能として小島の三宅を置いたという流れになっています。でそのところにやってきたいつの渡来人の現地管理者が功績を挙げたということで、白江の小人という束ねをもらいます。でその白江の小人からさらにこれね、漢字で読むとこれ「くずい」と読んでしまうんですけど、これは藤井の村字という束ねになります。これはで、藤井氏から藤井の幼児が、あ、今の藤井ね、あの草冠を書いた、あ、いつも草冠、あの藤井さんの藤井ね、あの藤野の藤井、あのくずではなくて、あの藤井に変わっていくという流れになってます。ですからその流れから見ると、この奥の子の開発をしたのはこの藤井一党、つまり白江の人からのつながりになっている渡来人で、まあ、その今はその奥の郷はね、神殿というのが江戸時代になって、干拓をしましたから非常に広い平野になってますけど、古代にはほとんど平野のない、どうですかね、まあまあ変な、ごめんなさいね、この関係者がおったら、海での乾燥なんですよ、あそこは。だって、米を取れる場所ほとんどないんですよね、せいぜいあったら谷水田です。で、その奥の郷と後になったところが重要になったのはなぜかというと、これは吉備の穴海の東の端。という地理的な要件で、吉備の穴海はその先言いました小島の三宅が置かれたことでも分かりますように、うん、浪速から、うん、博多へ、名の津、まあ、その通り博多じゃないな、名の津へ至る、まあ、名の津の間に関門海峡がありますからね、関門海峡を通るシーレーンの中継基地として非常に重要な場所だったわけです。で、そういうところを早く吉備からね切り離して大和朝廷が自分の直轄地にする、その直轄地にするときにどうしたかというと、まあこれ戦国の話じゃなくて、吉備の話で、吉備がなぜ大和に負けたかというと、もう非常にこれは私の独断ですと、渡来人、つまり先進性を持った朝鮮半島からの渡来人を積極的に受け入れて、そのノウハウを利用して国づくりをやった。それに対して吉備はそこまで東アジアのグローバルの見方ができてなかった、ね、結局は、まあ、時代遅れになって、まあ、大和とのどうですかね、しのぎ合いの中で没落していく、まあ、これ歴史の必然性です。ですからこの、うん、さっき言った、まあ、その奥の郷、うん、言葉を変えると吉井川の河口の左岸の寒村だから、そこがなぜ言い方そのこの、うん、藤井一党、つまり、白江市の一党が来て開発をする、ただ開発んじゃなくてその要所を抑える。で、ご存知のようにあそこにはちゃんと捉えての名前が残ってるでしょ、神谷市の町でしょ、まさにアチなんです。渡来人系の名前なんです。で、これあまり皆さんに言われないんですけど、西の端にもちゃんとアチはあるんです。今は西アチの駅が残ってるでしょ。倉敷の西。
だからあの日々の穴見という幼少の東西をちゃんと渡来人に掌握させてるんだよ。で大和によって日々のその収容地は抑えられる、そういう流れになったわけで、ここは神谷西谷ね、あごめん神谷下谷でしょ、昔はあちで、西の方は、うん、あ西人かその備中の方は西谷って東谷がないんですけれど、西谷がある以上本来東谷というのがあったはずなんです。そういうように一つの谷の村というのが分断されていることは別にして、その吉備の穴海のしかも本土側ね、小島という島ですから、小島はどうも早く大和朝廷によって直接掌握される、そういう、まあ、状況があります。だからそういう、うん、いわゆる本土側ね、吉備の本土側でそのいわゆる寒村であったところをそれ渡来人を入れて、むしろその農耕よりも政界権、つまり吉備の穴海の海上交通の要衝として、まあ、吉備の国を眠ってないようにするというのが本来施策で、それにはもう一つの問題があって、うん、その吉備の穴海を掌握している吉備の、あの、まあ、有力の人ですね、神津道とか美濃とか、うん、まあ、これあの出てなんか久保屋とかね、あのそういう連中とは祖先伝承が違う奥の、奥の国の宮津湖というと言うんですが、奥氏というのは奥氏というのは奥の国の宮津湖といって、それは尼氏なんです、うん、でこれは中世 の古代の後半ぐらいの人の軍事層になっているのにちゃんと尼氏というのがいるんです。で尼氏というのはこのように牛窓を中心にした吉備、うん、の奄美、うん、の一党なんで、値の一党なんです。つまり吉井川より東は吉備と言いながら、どうもあのいわゆる吉備中心部の氏族とは違う系列になっている。でそういうところをうまく使って、で牛窓海岸はその、うん、今でいう海上保安庁の長官のような天部のトップに立ちますから、そういうところのこのバスへのところを渡来人をあの、まあ、入れて、うん、まああの吉備の要衝を抑えるですから、まあこれも前言った話に繰り返しになりますけれど、古墳時代の動きを見ると少なくともね、奥の郷の、まあまあ、さっき言った奥の郷という一括していいかと分かります、今の三男学区には前期古墳がないんです。それが6世紀になると突如古墳がいっぱい出てくるわけです。それは渡来人たちがやってきて、で古墳を作るというのはある意味で体制の一端ですね、末端であろうと体制の一員であるということを自己主張するために古墳を作っているわけですが、その古墳がずらっと出てくるわけです。で、そのもう一つ話をすると、突発的にというか特異的に言うと、実は備前の国の大社、神明大社が阿弥神社なんです。あの一宮はね、吉備津彦の神が、うん、平安時代中期以降になぜかそのシェアを持ってくるわけです。まあ、そのことを話を今日の話とは離れますけども言いませんが、うん、それの前はやはり以前の神の秩序の中でいくと阿弥神社がナンバーワンだった。ですから大宮行くでしょ。大宮さんってなぜつけたかに、まさにそれなんです。うん、ですけれども、まあ、これごめんなさいね、もしねあの地元の人がいた、今はある歴史を間違えていますから、阿弥神社だから神武統制のね、あのお兄さんの五瀬の御事の財布が作ったという、もう江戸時代末期の国学者のね、その、うん、独断と偏見で今も生きてるんです。ですから江戸時代に前期に作られた阿弥神社の記録のところには祭神は不明となったんです。それをね、あの知ったかぶりをするのは江戸時代後期の地元の国学者がああいうことを言ったために、まあそうなったんですけど、まあ、もし阿弥神社の氏子の方がいらっしゃってごめんなさいね、あのけなしてしまいましたけど、これが、まあ、あの歴史の中で、ですからああいうね、周りに水田もない、本来いわゆる地神様っていうのは
自分の土地の神様ですから、土地のなりわいがならないと成立しないんですよ、さっき言いましたよね。だからあんな寒村のところへ備前の大社がね設定されるというのは、さっき言いましたその渡来人を含めて、その吉備の穴海の東を抑えるという政治的な要衝を担ったことの裏返りと書いてた方がいいわけです。ですけど、まあ、いわゆる小島ですから、吉備の穴海の回路がだんだん埋まっていってね、シーレーンとしての網がなくなると、あまりこう通勤されなくなってしまいますから、一の宮に取られてしまって、備前の一の宮は今の一の宮神社、備前の吉備彦神社になってしまった。もうここは本来のここが備前の一の宮のはずなんですけどね、まあちょっとあまり前振りが長くなったから、まあ、要は何が言いたいかというと、その藤井氏が多分、藤井というのはそれ今で言うと奥の郷の入り江の一番奥でしょ、網神社のところが、あの奥のところから開発をしていく。そして、まあ、あれもね、地図を見ていくと、だんだんに堤防が前出ていっているのが、これは地図で、今の地図ダメですよ、古い地図、今はコンピューターで処理しますからね、そういうことが見えなくなっていますけれど、古い戦前の、まあ、あれは、明治27年ぐらいに陸地測量部が作った地図を元にして作っている部分を見ていくと、ちゃんと水田を前にね、沖に出していくのが見えるわけです。だから兄神社のところは、まあ、ご存じ浜鳥居があるでしょ、ご存じないですかね、今一回残ってるんで浜鳥居の跡が、まあいいです、そういうのが見えてくるわけです。そうするとその、浮田氏は藤井氏の流れに沿って後発、ちょっと後からやっぱり今の奥の郷一帯の開発妙手として自立したちょっと難しい妙手なんです。でそれはなぜかたまたまでちょっと、コミット話をしなくてなんです。要は、古代出場制っていうか古代天皇制っていうのか、まあ、奈良時代は基本的には公地公民ね、この教科書はどうしてるか私も知りません。私たちの習った時はいわゆるね、大化の改新、これもあったないかの議論があるけど、まあ、大化の改新かどうかは別にし、天智天武が日本を近代国なんかともね、唐の国に倣って近代化した時の一つの施策は公地公民なんですよね。これはご存じだと思います。公地公民ということに対して、公地公民つまり今でいう全てが官営事業ね、官営事業でいうと今でもそうですが限界が来て、やはり民活をしないといけなくなるわけです。で、ね、そうすると奈良時代の中頃に土地の開発をしたものは土地を開発したものの所有にするという、いわゆる国有から民有を認める大きな転換期があったんです。そうすると、まあ、各地のその今でいう富裕層の人たちは自分の土地を持てるということで、開発を専念するわけです。で、その開発を専念した人たちが持っている土地を妙田とか言います。それが集まってきたのが荘園になるわけです。そういう流れの中でいくと、浮田さんも、藤井氏の流れを組む妙手、つまり奥の郷あたり一帯の開発地主になります。で、その開発地主は言葉を変えると立業体制の枠外ですから、でも逆にまたその税金とか公権力からの自立を当然図りますので、これはまあ荘園の大きな流れですけどね。そうすると、貢献力ということはいいかどうか、まあ、平たい言葉ですが、お上の保護がもらえない、まあ、税金も免れるようにしますから、いわゆる行政権が及ばなくなりますから、各地の名手たちは今の言葉でいう自活をするようになる。で、自活をするようになると隣との喧嘩をするときにどうなるかといったら、ね、今のアメリカと一緒ですよ。
アームなんです。だから武装するんです。だから武装するから武士が出てくるわけです。そういう大きな流れの中でいくと、その浮田さんの祖先もその名手として、あの一部を開発したこれとして登ってくるというのが、なかなか言いました。要は言いたいわけです。だからこの浮田家の、本来の立場を、理解しておかないと、義家がなぜ潰されたかということが理解できないんですが、江戸時代のその解釈ではできないんです。だからあの多分義家もこれになりたかったんだと思いますし、これなり の働きをしてるんです。ですけど自分の持ってるこの一生懸命については悲しいかな、ここまでは至りえなかった、で潰されたというのが、まあ、私の独断と偏見になります。まあ前置きがちょっと長くなりましたが、で、もう一つの問題点、ちょっとここに、プリントの方に書いていますけれど、どうも浮田の系譜には、現在残っている資料によりますと、その多分この順番は間違いないと思います。で、言いましたように、総領制の中ですから、その総領の、まあ配下というか総領の家族の中に人間も人間おるわけです。その浮田の関係が出てくるんで、まあ一応義家の父親は久家、これをちょっと後で個別のところで言ってますので、それでそのだから祖父にあたるのが宗家で、この宗家が三郎左衛門と名乗っているわけです。まあ、これもちょっと後でこう謎解きのキーワードになるわけです。ご存知のようにね、直家は三郎右衛門です。三郎でだから三郎という名前、まあ、これは故障ですけどね、三郎というのがどうも総領のこう資格を表す可能性があるわけです。で、その次の久家のところについても、久家も次郎三郎と名乗ってます。だから浮田家にとってどうも三郎というのはやっぱりどういうか総領の系譜。ただ義家、あんだけ活躍をした義家は平左衛門ですから、ちょっと三郎がついてないんですけれど、まあこれ頭の中へ頭に置いとってください。でそれはなぜかと、直家が三郎ですからね。で、まあ、秀家は八郎ですけれど、まあその三郎というのはある意味でのキーワードになるわけです。で、なぜかというと、まあ後でまた言いますけれど、義家が死んだ前後、まあ、いわゆる失意の中で、まあ、もう自分の肉声を案じてね、例の宝願寺の掛け軸を作ったりしてる時に、実はこの田島の神、という人物がいるわけです。だからその田島の神がひょっとして、浮田家の義家の後を総領として、把握していたのであれば、その浮田家、事前軍旗が言ってるようなストーリーはちょっと難しいんではないかというのが要は言いたい。まあその直家との関係は別ですから、まあそういうちょっと混沌としてるということを、お話しした前提で、今日のプリントに従っていきますと、プリントとしての、プリント2枚目、地侍浮田氏の戦国大名浦上氏への帰還と義家の活躍というところに入ってきます。で、前の国の戦国時代というのは、
一応、文明16年1684年の復興合戦を契機にしたと言われています。まあ多分そうだと思います。で、それは何かというと、まあ、この図式で書きますと、実はこれは、備前の国は伝統的に、あ、まあこれはもういいですから、これとして、備前の国の大名、守護大名といって室町幕府に任命される大名は、播磨の国西部に本拠のある赤松氏なんです。で、まあ、これは一時ね、柿津の乱でちょっと将軍を侵略したので、まあ、潰されますけど、まあ、細川の働きでまた復活するわけで、一応この浦上という、ごめんなさい、赤松というのが守護大名であって、でその下に浦上という守護大、つまり代理があったわけです。で、これは皆さんが愛用の近くの、浦上の将というちゃんと大きな荘園があるんです。本願地の領地を持っているわけです。で、ですから、まあ、国衆の立場であると同時に、このさっき書いた、この秩序の中の中間管理職ね、としてちゃんと役目をしてるわけで、そうするとこれ、まあ、これは播磨ですから赤で書きましたから、備前軍とすると、これはまあ備前同じですけど、ここへ、松田という今の岡山市の北の神奈川というところにのところへやってきて勢力を持った人、これも下校寺と鎌倉の方からやってきた、まあ、今でいう転任してきた人です。まあ、この人が地場で勢力を持つと、そうするとどうしてもこことこのラインとここのラインが合わなくなって、これを、まあ、この守護ラインが国衆の松田を言うことが聞かないから潰そうという画策をする。だからその潰される前ならこちらへ一発やってやろうというのが、まあ武士の世界ですから、反抗するわけです。で、その当時の備前の国に治めていた、これは守護所といいます。守護所がどこにあったかというと、これ福岡なんです。今の福岡、だから福岡というのはさっきの重要な場所なんです。だから、まあ、そう、さっき直江のね、ちょっと話をしましたけど、当時の一番備前の国で繁栄してたのはさっきの福岡なんです。で、そこに福岡にこもっていたこの軍勢に対して松田が打倒する戦いを起こしたというのが福岡合戦で、それはもちろんだからこれにつながっているこういう人ね、もう当然動員をしてるし、まあ、松田はそのちゃんとその辺で読んでますから、西の山名とかね、そういう外部勢力と結んで、まあ、福岡を落とそうとしていたんです。で、まあ、そうすると、話が早い、これを守ってた、福岡を守ってたこの中が、やはりこの人もちょっと赤松さんとの間が、うまくいかなくなって、事実を施行する。そういう中で、こちらの守護勢力方が、まあ、内部分裂を起こした状況の中で、この人が福岡城を落とした。それまでよかったんですけど、勝ちに乗じてね、ついでにここの浦上に乗る三井城ですから、三井氏もやっつけようとして行ったところ、返り討ちにあって、今の、どこだったかですね、前の
今千草小学校というのがありますけれど、あの辺りで、まあ、討ち死にというのが自陣にする。で、あそこにはちゃんと供養塔が立っています。まあ、ちょっと話が飛びましたが、要はその何が言いたいかというと、その戦国時代になったときに、まだ浮き座が出てきてないということにも言いたいわけです。だから、まあその最初のこの辺の、あの戦国直前までの秩序感の時に、ここまではその存在感がまだあの認められていない、という社会的に存在感がなかったという、まあ、見方をした方がよろしいのではないかというのが私の独断と、まあ、偏見になりますと。で、その事実の後にどうなるかというと、そこに書いていますように、当然この人はこの人に、まあまあまあ、従っていますけれど、こういう図式になりまして、こういう図式になって、まあ、そのこれも備前国が書いてるから本当かどうかわからないんですけどね、備前国の東半分はこの人が横領して、まあ、所領化する。で、西は松田さんが処理をするという、まあ、二党体制になったと、まあ、考えられる。これはもう動かないと思います。その二党体制になってきたときにどうするかというと、浦上さんは自分のところのこの秩序でいくと、これはさっき言った浦上の将という、今の相生から、何じゃったかな、赤とんぼのとか、辰の場のあの辺りの地侍を統括するだけですけれど、ですけれど、さっき言ったこれ播磨の国にはやっぱり院宣としてこの人がまたおるわけです。とすると、あのもう自分のとこだけの、まあ、あの配下では、兵力として、まあ、これにも対抗するし、これにも対抗せなきゃいけないわけですから、手不足になるわけです。そうするとどうするかというのは、その、まあ、あの自分の方が掌握している備前国の東の方のこういう人たちを自分の配下に組み込むというのは、当然これは戦略的に考えるやり方です。だからこういう中でどうも、浦上氏もこの浦上氏の方へ、浮田氏もどうも組み込まれていくという、まあ、見方がよろしいのではないか。だからこれは何、浦上だけで、ごめんなさい、浮田さんだけじゃなくて、まあ、浮田を一遍潰したと言われる、島村氏もそうですし、後に、まあ、この中は兄弟喧嘩するんですけどね、今の和気のあたりの人の氷笠とか、あるいは明石とかね、そういう連中もこういう形で新秩序の中に組み込まれていくわけです。で、その中で、突如としてさっき言った義家の活躍が出てくるわけです。だから、まあ、ここからはさっき言ったその推定日記は出ませんが、多分、その段階でのその総量は被災絵だと思います、まあ、年代的に見てね。で、被災絵が、まあ、この三井市場の方へ、まあ、従属していくとき行けば、当然その、被災絵の息子である義家も連れて行ったと思います。で、その義家がこのそこの国人との二の括弧の1の、丸2のところに書いてます、その明王6年1497年に、浦上宗助、これはあのこの自立を図った則宗の嫡子です。これがまあまあまあそのね、あの手柄を立てようとして松田潰しに動いていくわけです。
で松田潰しですから当然浅井川を越えて攻めるんですけれど、結局松田の反撃にあって、今の辰野口のところへ逃げてしまったわけです。でそうすると松田も賢いですから攻めなくて周りを取り囲んで、要するに山の上上がったね、宗助の軍勢を、まあ、今の言う兵糧攻めにしようとした。そうするとそのピンチに、久家ではなくて義家が助けに行ったというのがこれ、まあ、初言です。だからその、まあ、そこから、まあ、考えられることは、うん、お父さん の、まあ、久家という人は地侍として、まあ、出資してますけれど、いわゆる、武将としてのね、戦歴とか戦法戦術に得ててなくて、息子の方が得てていたので、息子を生かしてその宗助のピンチを救った。ただこの宗助というのはお父さんにより早く死にますから、その後の、村宗というのが後を継ぐわけです。でもちろんその村宗にも仕えて、その浮田との合戦を、ごめんなさい、松田との合戦をよくやってるわけです。これは備前軍家から言うとおりで、だからそれいいとか悪いとは言わないです。ただ要は、何が言いたいかというと、の義家がなぜそこまで の戦歴をどこで習ったかということがここでわからないんです。さっき言いましたようにね、まあ、これはまあその備前軍旗の書いてあるのが正しいかどうかは別にして、その包囲された浦上軍をね、まあ、これまあこれね、さっき言った備前軍旗が見てきたような何とか平気で書くんですから、膠着状態になった時にね、農民の姿をして、その今のその翔太とかあの辺の農家に火をつけてね、その民家の火事に装って、民家が混乱している隙に乗じて、包囲して軍隊を破って助け出したとなるんですけど、まあ、それ嘘か本当かは知りません。もし本当だとすると、非常に戦略的戦術的に長けているわけです。数の上で劣るところにね、正面から、攻撃してもそんな勝てる見込みがないのに、今の言葉で言うゲリラ戦ね、ゲリラ戦をちゃんとやって、勝つことじゃなくて、その時の意図はピンチになっている自分の主君の軍隊を救出するということですから、別にその浦上、松田を叩こうと戦うということじゃなくて、ちゃんと戦いの目的をちゃ意図して動いてるわけです。だからそういうことをどこで、まあ、修練したか、これが分かると言ったのね、その謎が解けるんですけれど、分からないんです。ただ、結果論的に言いますと、その農家がもう自分の将来を見越して、画像と賛を京都の某幹部したね、僧侶に頼んでますから、まあその僧侶との関係がどういうところで生まれたかというのはよくわからないんですけれど、ちょっとするとそういうその、まあ、僧侶関係ね、仏教関係で、習っている、習ったか、いや兵法をね習得した可能性は否定できない。これも、まあ、私個人見てきたのは嘘ですから、あまり信用しないでというのはなぜかというと、その後にもう一つの浮田のキーポイントになるのが大ヶ島寺なんです。ご存知のように、あそこに今もね、浮田なんとかの塚というのがあるし、ご存知のように、まあ、義家の墓とかね、直家の墓とか、あるいはもう、あれ、建白が書いてあってしまいましたけど、元家の鎧などもずっと残ってたわけです。だから大ヶ島寺と浮田のこの関係というのはかなり、深い関係があったと見る方がよろしいでしょう。ただ言っておきますと、大ヶ島寺というのは豊原の将、山を越えたいわゆる仙長平野側です。
で浮田はこちらが南側の奥の郷側ですけれども、ね、あるいは地図の盲点で歩いていくといい、まあ、1時間ぐらいできるんですよ、山越しに行くと。だからそういうことから見るとひょっとすると、浮田と大ヶ島寺との関係は思っていたよりも古い段階であったのではないかという部分が、ただね、もう一つの問題は、今日の資料にも示していますが、浮田関係の資料が一番よく残っているのは西大寺。その西大寺、まあこれまあちょっと話が飛んでますけれど、西大寺というのは金岡の庄で、奥の方から言うと吉井川の対岸なんですよね、ご存知。でそこを取り仕切っているのが西大寺ですから、そこへまあなぜか、まあ、なぜかじゃなくて、そのさっき言ったように奥の郷は乾村で沖積作用、つまり川の土砂によって平野が広がるという条件がないんです。ただその、吉井川の河口の西右岸側は吉井川の土砂でだんだん土地が広がっていく、まあ、いわゆる沖積というところです。ですからそういう新規開発をしやすいところにどうも目をつけてやってる。ですからその浮田の、 妙殿、もうこの段階は本当は妙殿という段階じゃないんですけれど、浮田が、開発した地裁、荘園のような大きな、あくは金岡の庄って大きな荘園なんですけど、その中に妙殿、浮田が持ってる妙殿が点々とあるということは、これは、まあ、資料で出てきます。ですがその金岡の庄一帯を管理しているのが西大寺ですから、当然西大寺とのこうやり取りを書いた文書が残っています。それともう一つはその奥の郷の一番奥にある弘法寺にちゃんと残っています、だからそれ残念ながらさっき言った大ヶ島寺になるんです。それが辛いところですね。ですけど、まあ、弘法寺で直木義家がどうも、兵法の勉強を、まあ、僧侶に、まあ、坊主に言うて、習ったと見るよりは、さっき山を越えた、その後に砥石城を作るもとにもなった、大ヶ島寺との関連の方が強いのではないかと思います。で、さっき言いましたように、その弘法寺の方は、まあ、その浮田から言うと本家とはじゃないですけどね、元になった藤井氏との関係の方が強いわけです。ですからその藤井氏で、藤井氏はまあ余談ですけれど、樫野の庄のね、樫野ってことですね、山越向こう側、奥の方から言うと三島とかのちゃんと荘園の管理人にもなってます。そういうことから見るとどうも弘法寺は直接に、まあ、浮田へ行く、まあ、その弘法寺がシェアとして持ってるところの一名士としての、まあ、その面倒見はやってますけれど、そこまでやってるその直家、義家をね、まあ、こうが勉強するような条件はちょっと難しいんではないか。むしろ山を越えてすぐ、つまりその藤井さんとか神谷地のね、古いからの、古くからの勢力のいない山を越えたらすぐ行ける、どうも、その大ヶ島寺で、あそこへ勉強したのではないか、という仮説だけは言っておきます。で、後については、そこに書いていますように、義家が、加担して、読んできますと、まあこれはまあ備前軍旗から向いてきているので言いますと、明王6年の遷攻によって、久家に代わって浮田氏総領となって、乗り船、これ浦上乗り船に侵入し、で、明王8年のこの明王8年の浦上氏一族の、
構想で則宗を支持して、まあ、するという、というのはさっき言いましたように浦上の中もね、備前派と備中派、あの播磨派があるんですよ。だからあのどっちかというとその則宗あるいはその後の村宗は備前をどうもあの基盤にしてる。だから播磨の方ではいつもこうあのいわゆる勢力争いを内包してる。ユズ族の中での勢力の争いをこう内包してる。でまたそれを、まあ、変な話ですけれど、それをうまくちょっかいして、復権をね、あの常にあの果たそうとしているのが勝手のその戦国大名である赤松という非常にあの入り組んだ、まあ、構図になっています。ですから、まあ、ご存知のように播磨の国には秀吉になるまで統一した大名が出てないんです。だから、まあ、財津勢力でね足を引っ張り合って結局ジムズパターンをやってたんです。備前の国もそれに近く変わったんですけれども、それは一段うまくやって、直家が統一したので、まあ、収まっている、まあ、その違いがあるんです。まあ、それはまあ本質では違いますので言いませんが、で、その則宗の二男の村宗が継承してきたときに、まあ、その永正15年、1518年にこの九州、つまりこの戦国、まあ、戦国というよりこれは守護大名、室町幕府によって大名に任じられた上から、その人が、まあ、この今ソーズパラセルね、長男が先に両国するというような、まあ、こう総領が早く死んだという、まあ、一族のこう混乱期に乗じて、村宗を倒そうとして播磨の国から戦を仕掛けてくるわけです。その時に、まあ、その備前のこの傘下の地侍たちが、まあ、どちらにつこうかって、まあ、こうやっぱり、ね、勝つ方につくんです。さっき言ったこれですからね、勝つ方につくのは当然の権利なんです。そういう時にこうもう悩んでる時に、吉見家が村宗を支持したということで、備前の勢力も村宗についたという功績を挙げてる。やっぱりそれもやっぱりその、まあ、武将としてのね、兵法をよく心得た、まあ、戦法、まあまあ、今でいう、情勢判断が、してる。つまり播磨の動きをある程度知ってるわけですよ。で播磨の方へ着くとどうもよくない。だから備前は備前の勢力でまとまって、まあ、備前といっても、まあ、いわゆる吉井川東ですけど、まあ、それでまとまって、まあ、この、ここになった大名になった浦上さんを支えている方が備前の国にとっては、将来的にいいという判断をしているからこうしてるわけです。この時にね、反対に、まあ、歴史にいいということはもしということはないんですけれど、吉家がその敵対するね、かつての九州の赤松の方へもし転がったというんですね、支持しているとまた別の歴史の展開があったと思いますが、それはしなかった。まあその辺が吉家のその備前領域に対する、まあ、今の言う自賠式ね、自賠式の、持っていたと理解した方がよろしいと思います。でこれもね、備前軍記は書いてるから、嘘か本当かわからないんですけどね、かかと城、今のどこ行ったらですかね、かかとの城、NTT かなんかのあれ、感謝があります、感謝ね、社宅がありますね、裏にある山に城跡があるんです、かかと城というのがあります。で、ここにおったのが、村宗の弟の宗久というのがおったわけです。そうすると、この宗久が
勝手の旧氏の赤松政宗と結んで村宗を倒そう。それはこれも賢いんですよ。一族の中の、ね、内紛を起こさせて、あのね、だから弟だから総領じゃないでしょ、さっき言った。お前を総領にしてあるから、あのお兄さんを倒そうと。言うたら乗るわけですよ。それは当然の話。そうするとその中の時にもやはり、吉家が、まあ、これこそこのとこ分かりませんが、かかとの城におって、まあ、それを阻止した。あるいはその後に、その浦上と赤松というか、あの播磨勢とのこう戦争で、まあ、戦功を立てるという、まあ、武将としてのこう功績を挙げているというのが、まあ、言えるわけです。そういう、まあ、功績を挙げている。だから武将としての面が、まあ、備前軍家というのが、まあ、あのアバウトではある程度伝えていると見ていいんですけど、じゃあその功績を挙げていると見てるんですけど、その最後が悲惨なんですよね。この最後が悲惨だというのは、在野3年に、村宗が、赤松政宗の信仰に対して反撃を試みるときに出陣していって、その、まあ、跡取りと目していた四郎が討ち死にをするわけです。でその討ち死にをしたときにどうしたかというと、このだからあの、浦上軍の先鋒である浮田軍のそのさらに先鋒である四郎の、まあ、その名前がわからないんで、浮田四郎としか言っておりませんが、浮田四郎が先陣に立って撃っていて、結局敵の罠にかかって討ち死にをするということは、先鋒が崩れたから、浮田軍とすればあのちょっと劣勢になってるわけです。それの劣勢を、まあ備前軍旗はね、その自分のこの跡取りが撃たれたことに激怒して、義家が獅子奮迅の働きをしたというように書いてますが、まあ、それが正しいかどうかは別にして、息子の敵を取るという大義名分でその赤松勢をかなり撃破するわけです。その戦いの仕方が都に伝わって、細川からもこう感情とかその名称としての評判を得て、まあ、そこは昔言いませんよ、茶の釜をもらったとか、もらわんとかっていろいろ書いてますけど、まあ、その部分、要は摂関家もその段階で戦国時代ですから、いわゆる摂関家の細川という家柄もそんなに力はないんですけれど、室町幕府の名跡、つまりナンバー2ですからね、あの足利の次の細川などの重要 その武将にもちゃんと認知される、承認されるほどの、まあ、手柄を立てたということになっているんですけれど、その手柄が、で、ここから先は備前軍旗の話だけど、そう本当か分かりません。ただその跡取りとして期待していた吉家が、はい、ごめんなさい、四郎が討ち死にしたので、まあ、落胆して砥石城にこもって、もうこう隠遁生活に入ってしまったと。で、その後に書いていますように、村正が、参陣した、これも都の戦いに基づいてやったんですけれど、摂津表、つまり今の四天王寺のあたりの合戦に浦上方が出陣したときに、義家は出陣しなかった。で、まあ、義家の敵役になっているし、島村は出陣して、そこで主君と一緒に討ち死にをしているという、まあ、構図になります。だから、言葉を変えれば、島村にすればね、
自分はちゃんと主君と、まあ、主君というのはこの関係の一緒にこう運命共同体で動いたのに、義家はひよったと。当然そういう名分、まあ、その老齢だからいけなかったというのは事実だと思いますけれど、そうするとその後に自分のなぜ老齢で、まあまあ、隠居してしまったかということがまた問題になるわけです。うん、だからそれに伴って、うん、その村宗が戦死したことによって浦上家の総領権がまだ揉めるわけです。でこれ備前軍旗は無批判に子供の政宗と宗景がそれぞれ自立して、まあ、備前と備中に備前と播磨に分かれたかのように書いてるんですけど、さっき言いましたように年を考えるととてもそんなことができる年ではない。ということは何かというと、どうも持ち回りか浦上家の長老たちによる合議制でどうも運営されていたというのは見た方がいいわけです。でその合議制の中でどうも義家の行動は、まあ、変な話で適然逃亡じゃないんですけどね、まあ、適然逃亡とは言わないんですけど、まあ適然離反というような、うん、評価が下されて、ね、一方ではお父さんが戦死して、まあ、大名家に忠誠を尽くした、うん、島村が、まあ、これもまた後でちょっと話しました、ね、本来の自分の所領であった仙長平野の一部を、まあ、先行によって、まあ、この戦いによってこれに準じるんでもらっていた義家を倒すことによって窮状を服するという動きに出るということもおかしくない、というのが、まあ、備前軍旗のストーリーですけれど、まあちょっとやってるとも時間がないですから、3番目のところについては、まあ、これも後で、目を通していただきたいと思います。まあ、これは、まあ、義家の、武将としての、まあ戦術も長けていたことの事例ですから、まあ、これさっき言った話を重ねて考えないと言いますが、今日の問題はそれ、とは別に、今日の系図を配った系図を見ていただきたいと思います。で、これはまあむしろ本来はこれ前も配ったかもしれませんが、名古屋のために作った系図ですけれど、まあ沖田義家の奥さんとの間に沖家と四郎というのが、これさっき言いました大英3年で討ち死にして、で沖家の、場合はその直家がいますし、側室、これは阿部全成といって福岡の豪商の娘ですけど、これとの間に、まあ、忠家とか春家がもういるという系図になっています。で、その直家は中山信政、沼の小学校のところにある城の中山氏との婚姻したことになっとるんですけど、どうもそれはつじつまが合わないというのは、ここへ書いていますように、記録上は、5人の娘がいたということになっている。まあ、このうちね、本当に実子であるか、養女であるかは別にして、まあ、一応政略結婚もしている。で、中山信政の娘は、これは、まあ、今の寝首をかかれたために、
自陣しているということの筋書きになっていますが、まあ、これは、3年前の明前寺合戦の時に、その江戸時代になるね、さっき言ったこの考えなら寝首を書いて殿様の位にあの立場に立てば家臣殿がへえと言っていることを聞く、あり得ると思う。だからその直文のね、仕事殺しはそういう形で使われてますけれど、江戸時代に言って戦国時代はこれでしょ、一生懸命ですから、にも知らずの人がね、やってきて、私がお殿様を殺して、私が今日からお殿様になりますから、いうことを聞きなさいというような生優しい時代、時代じゃないんです。で、しかもその後に、明前寺合戦という大きな戦いをやった時に、浮田の子飼いでも、子飼いだけではなくて、おそらくは中山の子飼いになってたであろう中山支配下の地侍たちが、いわゆる地の利を生かして直家の戦術に従ってよく動いてるわけ。それによって備中から来た三村の軍隊が総崩れになるということから考えると、まあこれは江戸時代の常識で書いて、寝首を書いてね、領地を散奪したということはありえないんです。やっぱり正当な継承引き継ぎをしているから、まあ、娘婿として引き継いでいるから、地域の地侍あるいは小侍たちが直家に従っていると見た方がいいわけです。まあ要はそれが言いたいんじゃないですか。この系図を作ったのは、その左側に讃岐松田系譜による浮田松田相関関係というのを書いて、で、それ何が言いたいかというと、松田はその前に言いましたように浮田直家に滅ぼされた後、現地に残った松田家の系譜もありますし、もう逃げて讃岐に行ってます。だからこれはまあ通称讃岐松田という。で、備前の方はやっぱその後に池田が来て、いわゆる思想統制をやってますから、直家悪人説ねをやってるから、かなり史実が改ざんされてると。はてそれに対して、松田、その讃岐松田は池田の影響を及ばない讃岐ですからね、割にこう忠実なことを書いているという、まあ、状況証拠を、まあ、私は持っているわけで、それを見ますとね、その、浮田、義家の子の沖家の、これがね、これ全くの想像です。沖家の、妻の、方に帽子と書いてるんですが、この長勝というのが出てくるわけです。で、その長勝の娘と松田元就とが婚姻をする、政略結婚をしてる。だから要は何が言いたいかというと、義家一党の時にすでに松田との政略結婚を図っている。で、その図式はそこに下に書いていますように、直家の時にもちゃんと測られているという、まあ、系譜がたどれるわけです。で、そうすると義家はその、昔でいうとやっと言いますね、剣術の強い人のやっとに長けてるというね、要するに戦争が上手だけではなくて、こう国衆として浦上家の、政策にもかなり重要な重きをしていたのではないかという仮説が出ます。で、そのことを、示す一つの資料と、して、あまり知られていないのに、その、
するにこのさっき言った目首を描いたという中山仕事のね、中山氏が掌握していたその岡山の東の方、今まあ四字会というところがあります、東岡山の方で、その四字会氏というのが、うん、これはそのこれ以上の記録ですから間違いないと思いますが、いわゆる祖先書きというのであるわけです。その時にやはり村正に従って、うん、先行、まあまあ手柄ですね、だからその播磨衆と 戦争する時に手柄を立てたという、手柄を立てて勘定、今でいう勘定、まあ、ご存知ですね、何ですかね、まあ、感謝状、要するに手柄を立てて褒めた賞状をもらって、ということは何が言いたいかというと、本来あの辺り一帯はこの、うん、シェアのここで言うとここなんですよ。松田のシェアの中の地侍たちに対して影響力を行使して、あるいはそのだからその一環として松田と浦上いや沖田一族との政略結婚もしてるという非常にこう、うん、こうまあ、戦争だけではなくてね、いわゆる地匠、名将とか地匠とか優勝とかいろいろありますけど、ね、やっぱり地匠としての働き、つまりまず播磨衆に対して備前東部だけの兵力ではとても立ち打ちとまかないそうにないので、うん、その松田が持っているところの、まあ、方へも営業力を伸ばすために政略結婚をして、その宗助と浦上、宗助と村宗と増田との間の小康状態を作って、その増田の兵力を持って播磨衆のこう対抗してた。でまあこの文明が正しいかどうか別にして、先行を割れてその勘定をもらえるというような、だから勘定をもらえるようなことになったから地侍として、この四海市はちゃんと今の三王さんというところへ城を作っています。まあ、いわゆる城持ちの地侍の中でも城持ちの侍になったわけで、この侍が明前寺合戦の時の浮田の本陣になるわけですからね、そういう活躍をしているということは、まあ、さっきの結論に返ってきますけれど、目首をかいてね、奪った散雑した土地の人がね、それだけ直家に従うかということは、まあそれは江戸時代の考えである。だからさ、名古屋はちゃんとした正当な継承でしてるから、地元の地侍たち、しかもその自分の祖父がね動員したことなどを踏まえてちゃんとフォローしてるという、まあ、見方をした方がよろしいので、そのから逆算していくと、農家はそういう、現場だけ、戦争の現場だけに長けていたのではなくて、そういう全体的な兵力、まあ、まあ参謀ですよね、参謀としての知識も相当なものであったと評価した方がよろしいのではないか。だから逆に言うと、その段階で、うん、まあその現実にはその播磨表のね、播磨じゃなくて島村などが戦死した摂津の戦いには参加できなかったのは、もう年だからやむを得なかったんだと思いますけれど、その元になったのは、じゃなくて、その主君が死んだ後の混乱期、さっき言いましたように、播磨の方が主導権を持って一時その浦上領を、まあ、集団、まあ、一族の長老たちがね、その村宗の子供たちが成長するまで、何々のことに集団指導体制を引いた時に、備前型の情報が入らないわけですよ。播磨型からすると、その、まあ、旧敵ね、
中的の、マスダなどと結んで、ね、あのやる事前の勢力は好ましくない勢力というのは当然戦略的に考えます。で、まあ、この後継ぎがはっきりしてないこの段階にうまくその、対抗意識を持っている島村を使って潰そうというのは当然考えられる政治的な流れになる。で、と言いながらデータがストーリーが正しいかどうかというのは今日のプリントの、もう一つ言います。それと、これはね、皆さんは言わないんですけれど、今日のプリントの4、番組に書いてます。その義家の生類の不明というところに、書いていますが、この登録6年、沖田次郎三郎左衛門の嬢が千住寺に、これは弘法寺のことです、千住寺に全地を寄進しています。さらに天文9年、1540年、14年後に沖田田島守が千住寺に全に300門を寄進しているというのは、これから弘法寺文書にちゃんと残ってます。で、これはまあ私じゃなくて、その藤井俊さんというその岡大の、前の日本史の先生で、岡山県の文書をね、修正してる場合にも、その文書の大先生、これその先生が言うのには、両者は顔が同じだから同一人物であるというのが言えてます。ですが、そうすると、農家義家の戦死する、あるいはそのどういうんですかね、引退している一方で、このさっき三郎であったのちには田島守というぐらいの関東を持つそういう人物がこういるわけです。この人物が直家が、その沖家が凡庸だという前提になってますけどね、直家が頭角を現すまでの総領として、ワンポイントというか、現実に沖田家を守っている、その可能性は強い。で、ただこの人がどういう人物か、どういう権力というのが資料的にわからないというのがまた辛いところなんです。で、要は何を言いたいかというと、その浮き滝のことは分かっているので分かってないし、義家が言われているようなその、名将というんですか、武将、武将、優勝をね、槍一本というような諸表現が多いんですけれど、いや武闘派、今のことは言うと武闘派ね、武闘派として功績を挙げただけではなくて、いわゆる知将ね、知将としての名参謀として浦上家の、備前軍の浦上家の勢力拡大に、尽力し、かつその備前の国の小康状態をも作ることに功績を挙げた、そういう、やはり名称ですよ。そういう、ただそのさっき言った最後の時の段階、その主君がね、摂津の戦いで戦死するというのは予想してなかったと思うんです。だからその、戦死をした後の、つまり浦上家の、本家筋は、さっき言った浦上将という今の内容のあたりですから、そちらの張ります勢の、その浦上家のコントロールの中で、どうも地元のその、ことで、というのが、これちょっと言わせてますけれど、この国衆に処遇されたときに、多分さっき言いました沖田家の本願寺というのは、さっき言いました北の方ですからね、それに対して仙長平野の一部をもらうんだと思います。これは
事業所がないからこれは推測に過ぎませんけれど、今の砥石場の配下下の方を領土としてもらうんだと思います。そうするとそこを持ってたの誰かとか島村なんですね。まあ、島村は今主君のね指示だからこれやむを得ないからと妥協してますけれど、うん、そういうちょっと、うっせきしてる島村氏を使って吉井を打てば球場に服すとかね、なんとか監督に言ってやっていったんだと思います。ですからこれは、まあ、前にも言ったことの繰り返しですけれど、その吉井が居城とした砥石山城というのはさっき言った城の行くと少なくともこの段階の城ではないんです。ここのがあくまでここだから、先行によって所領とすればここになったけれど、本願寺自分が持っている先祖代々の土地についてはこの段階なので、それのキャパ容量に合った城しか作れていない。ただその城の作り方はね、砥石城というのはこれもう前に言ったからすいません、見方に城としては非常に、脆弱な、つまりその本丸があって、その周りに黒輪があるんですけど、それが連携できる作りになってます。ちょっと飛び飛びになってます。言ったようで。ですけれど、やはり自分の対抗する島村氏に対して、西側ですね。西側に対してはちゃんと、戦闘本位になった出城をちゃんと作ってるわけです。だから島村氏ともね、構想というのはちゃんと想定をして城作りをやってるわけです。でそれだけの読みがあったんですけれど、結果として主君のね、戦士というのは想定外で、結局もう、自分の末路。ただなぜそうするとね、さっき言った、画像を作って残したのかというのが、だからさっき言ったように田島守という僧侶、つまり吉井から見ると、その自分の直接の息子でない、どういう立場か分かりませんが、そういう人の存在を示す文章が画像の3の中にはないんです。だからその辺がちょっと北氏の難しいところ。それから城、私は今後に言いましたけど、城跡から見るとその砥石城がなぜ砥石城の場合ね、ご存じで城というのは、戦争をする時の山城と日常的な生活をする館というのがセットです。で島村氏のところをね、高取山城という後ろに山があって、そこに城があって、麓に、今は小城という城になっているの、小さい佐々木小次郎の城、ね、になっているの、あれは、小さい城で館を示しています。そういうセットがちゃんとできているわけ。だけど砥石城の場合それがないんで、ひょっとするとさっき言った、砥石城のその城としての脆弱さは本来 の戦闘用の城ではなくて館、居住空間ではなかったかで、それはなぜかというと、これはまあ分かった分かった、大ヶ島寺から見ると今は、ね、茂って見えませんけど、砥石城というのは丸見えなんですよ。中の方まで見える、つまりそれだけ大ヶ島寺に対して依存もしている、結びつきが非常に強い。で同時に大ヶ島寺の一帯は今でも集落があるでしょ、いわゆる三条集落なんですよね。その三条集落などを手本にして、そのいわゆる海浜のね、海辺の乾村の、だからさっき言った奥の郷城高岩寺のところはね、今城跡を探しても見つけにくいぐらいの段取りなんです。つまりそれだけもうほとんど仕事を言いながら館なんです。だからそれを、新規に獲得した船長平野側の砥石城に作って、その大ヶ島寺とのセット関係で、しかも大ヶ島寺の周りはいわゆる三条集落ですから、
やはりあの、砥石町そのものを館の三条集落の館として作ったと見た方がよろしいのではない。ですけど、その晩年が資産のものはその、島村氏に、備えてた城で一線交えるだけのもうあの体力が残ってなかったというのは先、まあ、あのこれも想像ですけれど、そのいわゆる戸外の兵力というのは限られますから、その、島村氏に対抗した出城にその戦長兵や軍の兵力だけを、結集してそれを迎撃迎え撃つだけのもう体力はなく、むしろそのさっき言った奥の方もね、兵力を集約すればできたかもしれませんが、もう、そういう情勢にはなかったというのが、まあ、これはあくまで私個人ですよ、私個人の義家に対する評価です、まあ、ですからその評価が当たってるかどうかは別にして、少なくとも、直家ね、北の直家が滅ぼした松田氏の讃岐系図に直家のことを急走とかね、恩知らずとかね、非常に悪らしこいというようなことはほとんど書いてないんです。で、この系図でも お分かりになりますように、やはりその一族のものが、これもね、他の資料がないので何とも言えないのですけど、一族のものが春家、つまり政略結婚した直家の弟の春家と松田の娘の間にできた子供の貢献をするというようなことまで、まあ、系図を書いてますから、やはりそんなにね、中的の塊のような書き方はしてないわけです。だからまあそういうところがいいかどうかは別ですよ。まあこれは直家のことなんです。文化してますと、やはりその直家の政略結婚というのが、本当にそういうことであったのか、あるいは祖父のね、義家のそのやり方をあるいは踏襲してやったのかというよりも、少しこう一方だけの資料ではなくて、まあ、少なくとも浮竹を評価するには播磨の資料、それからまあ潰されたと言われる松田の資料、そういうものをやっぱり総括してみないと、備前軍記のその一方的なね、直家に浮竹を足玉にするとして、浮竹が備前の国を潰したから池田が来ていい女子を慕って作ってやったんだという、よそ様のね、よそ様から来た人の万歳、万歳の正当性を主張するものは、まあ、備前というか地元の人間として、まあ、心をしてみた方がよろしいのではないかという、まあ、独断と偏見や、まあ、長い間勝手なことを聞いていただきました。ありがとうございました。